動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。もうさ、今日帰りに頭をパシーンってやられたからさ、うわーと思って、もうまた来たよ、あのペンギンの頭はたきおじさんね。最近よく街に出没してるって言いますけども、来たなと思ってプッて頭上げたらさ、セミが飛んできてさ、わざわざだよ、わざわざ僕の頭をぶん殴って飛んでいくわけですよ。でフラフラしてんのかな、この暑さでフラフラしてんのかどうか知らないんだけども、まあなんか止まる木を探しながらフラフラ飛んでたわけですよ。まあセミも大変だよね、よくこの気温の中であんだけギャーギャー鳴いてて燃えないなぁと。普通発火しますけどね。アブラゼミなんかもうこの炎天下の中で鳴いてたらさ、発火しそうなもんですけどね、名前的にも。あとなんかこう体をゴシ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 擦ってるからさ、泣きながらなんか震わせてるから、あれで摩擦熱が出るんじゃないかなと思って、そう考えたら燃えないのが不思議だよね。まあセミがそこら中で燃えてたら火事になりますけど、とんでもないですけどね。僕なんか寝る前なんかに網戸のところでセミが鳴き始めますから、勘弁してほしいんだけど、まあでもセミも一生懸命ですから。7日間だっけ、7日間のうちにね、メス抱けるか抱けないかっていう、そういうあれですから。まあ人間のオスもかなり焦ってる人いっぱいいますけども、まあ、それよりもやっぱ必死だよね。うん、本来生き物ってああやって必死にならないといけないんだろうなって思うと、やっぱなんだろう、ツイッターとかでさ、コスプレイヤーのお姉ちゃんとかにクソリポ送ってくるおじさんなんかも、まあね、軽いセミみたいなもんなのかなってちょっと思いますよね。それとは違うかな。うん、そう、セミに失礼だからセミに謝ります、ごめんなさい。はい、昨日何の日だったかっていう話なんですけど、もう今日のあれは分かんないけど、今日の情報ってもう、どうにかしてさ、みんなとこういう情報を共有しながら、こう今日は何の日だからこの話したらどうですかってことやりたいんだけどね。で、昨日は何の日だったかっていう感じで僕は進めていくんですけども、昨日はね、世界黒猫の日、黒猫だって。黒猫はなんで世界黒猫の日なのかっていうと、別になんかこう歴史的な何かがあるわけではないんですよ。この8月17日、黒猫感謝の日か。黒猫は他の色の猫に比べて保護施設から引き取られにくい傾向があるため、黒猫の素晴らしさを知ってもらうために制定されたというお話でございますね。黒猫はなんで引き取られづらいのかっていうと、まあ、黒猫が目の前を横切っていくと不幸になるみたいな話を、まあ、どっかで皆さん聞いたことありませんか？これどっから出てきたのか全然わかんないんだけどさ、でもそんなことはないよね。この話広めたやつって多分前世ネズミかなんかだったんじゃないかなって僕は思うんですけど、だから復讐するために人間になって、まあ多分良い行いをしたんでしょうか。まあ良い行いしたから人間になるってもちょっとおかしいんだけど、人間になって猫に恨みがあるから、猫の黒猫の悪い噂を流してやるって言って、そうやってやったんだと思いますよ。でも黒猫を見たぐらいで運悪くならないですよ。っていうか、まあ黒猫を見たっつって運が悪くなるとか言ってるやつって、もうそれぐらいの運ですよね。黒猫に運吸い取られるぐらいの運ことで自分の運勢が悪くなるぐらいだったら、まあそいつは本当に運が悪いんだろうなって思いますし、なんだろう、黒猫を見ちゃったから何々ちゃんに振られちゃうんだとか言ってるやつって多分大概ブサイクなんですよ、うん、ブサイクだし性格も悪いんだと思います。だからもともとだと思いますよ、ね、黒猫になんかそうやってなすりつけるのやつってナンセンスだと僕は思いますよね。だから黒猫を見たからなんか僕は帰り道に事故で死んじゃうんだとか言って、多分ね、頭にね隕石をして死ぬと思うんですよ。それぐらいの運なんだと思うよ。黒猫もね、いちいち君らって誰に言ってるか分かんないけど、いちいちそういう人たちの運勢を下げるほど暇じゃない、下げに行かないといけないほど暇じゃないと思いますし、まあ、暇だと思いますけど、ノラの子たちに関しては暇だと思いますけど、そんな遊びは多分してないと思いますよ。だからまあ黒猫、まあ嫌いな人って日本の中にあんまりいないじゃん。猫好きは多分黒猫だから特に嫌いとかってそういう人いないと思いますけども、まあ僕は
感謝、まあ確かに感謝というか、ブラック黒猫をなんか差別したりとかはしませんね、基本的には。なんでなんだろうね、ちょっと調べてみようか。黒猫、まあ黒猫はいいことばかりしますよ。荷物も運んできてくれるしさ。あ、なるほどね。欧米ではかつて不吉の象徴とする迷信があり、魔女狩りなどによって黒猫が殺されることがあったと。例えばベルギーの町では猫の水曜日に時計台から黒猫を投げ殺す行事を19世紀初頭まで行ってた。すげえな。その傾向現在でも続いており、特にイタリアでは、黒猫というだけで年間6万匹のもの猫が迷信を信じる市民によって殺害されていると。ただまあ日本においては夜でも目が見えるなどの理由から福猫として魔除けや幸運、商売繁盛の象徴とされ、黒い招き猫は魔除けの厄除けの意味を持つっていう、天皇も猫が好きだったということですね。あ、そうなんですね。まあ、だから日本人は基本的に猫に悪いことはしてませんし、猫好きなやつが多いですよね。で、そう、我が輩は猫であるの主人公夏目漱石のやつの、我が輩のモデルは夏目漱石が37歳の時に夏目家に迷い込んで住み着いてきた野良猫の黒い猫だったそうで、あれも黒猫なんですね。まあだから日本人はやっぱ黒猫好きなんですよね。まあ海外の人たちっていうのはね、色が汚いからっていうことでハイエナとか撃ち殺しちゃう人とかもいますから、そういった意味で言うと、まあ日本は年がら年中猫は可愛がってますよってことで、これはまあどちらかっていうと海外向けのなんかそういう日なのかなっていう感じ、メッセージ的にはそういう日なのかなっていう感じですね。ということで、まあ今週1週間ぐらいは街で黒猫を見かけた時は感謝しましょうというか、夏で黒いのに大変だねっていうぐらい声はかけてあげてもいいんじゃないかなと思いますので、まあ皆様、猫、元い動物は大事にしましょう。